まずはシールドの無効化だな。こちらはいつでも。どうだ、うまくいきそうか。ダメです、リリアさんのフィールドが妨害されています。お姉ちゃんが。どうやらフィリアさんもフィールドを展開しているようです。リリアのフィールドを展開しながらシャトルで近づいたらどうだ。近づけばフェリアのフィールドも無効にできないか。スキャナーによるとフィールド効果は距離の事情に反比例しているので、リリアさん本人からの距離が近い方が中和効果が高い可能性はあります。しかし非武装のシャトルで敵艦の砲撃にさらされるのは危険すぎます。だが他に方法がないだろう。平気、私行く。チームで一番の勇者はオチビちゃんだったみたいだな。違いない。シャトルならカーゴベイで急ごう。エマーソンよりブリッジ。こちらブリッジ。頼みがある。可能な範囲でお願いします。俺たちはシャトルで敵の本拠地に突っ込むことにした。ダメに決まってるでしょう。危険すぎます。もう決定なんだ。悪いな。次はペトリシアに注意の代わりに召喚がそちらに同行しますから。最後の祭りに参加できないなんて、率直に言えばなんてこったです。悪いな。クロノス政府軍にはあなたはこの船にいると思わせておきます。安心してアルマをぶっ飛ばしてきてください。オンに切る。あとは頼む。操縦は俺が担当する。ブリッジから艦長。なんだ。予想航路をシャトルにアップロードしました。確認してください。気が利くな。リリアさん、行けますか。ずっと注意の力を発揮し続けないといけないけど、やれる？平気。いい子。一人じゃない。一緒に乗り越えよう。うん。スペースドア開きます。頼む。シャトル発進する。もうすぐフェリアさんのフィールドと干渉します。今度はこの指一本に集中するの。うん。一緒に呼吸を合わせて。すごい。あなた、どうした。右の一番奥にある岩陰に穴が見える。本当だ。明らかに人工的に作られたもののようです。よく見つけましたね。特殊部隊は夜間行動が多いんだ。誘ってるのか。穴に飛び込むぞ。時空紋章の障壁を突破してくるとは、敵ながらあっぱれだ。スペースドアを開けて待っていた甲斐があったというものだ。手厚い歓迎に感謝するよ。
フェリアを返してもらいに来た。やはり来ておったが小僧。面白い。逃げも隠れもせぬ。どちらが時空紋章の主にふさわしいか、蹴りをつけてくれる。望むところだ。歴史が証明してくれよう、我が正義が勝利にふさわしいということを。行こう、フェリアが待ってる。閉じ込められた。何の用だ。よくここまでたどり着きました。いや、あなたたちは素晴らしい。さらなる実験をするには好都合なのですよ。実験？どこまで命をおもちゃにするの。あなたの脇の紋章生物だって、我々がいなければ誕生しなかった。むしろ感謝していただきたいものですね。勝手なことばっかり言わないで。そんなに冷静さを欠いて実験を台無しにしないでくださいよ。君たちとの前提データも含めて改良された最新の紋章生物です。やむを得ませんね。またなの？大した戦闘能力ですな。しかし今度の相手にこれまでの経験が役立つかどうか、実に見ものです。ご託はいい。こちらとしては早く将軍閣下とご対面したいんだが。そうはいきません。将軍は研究の大事なスポンサーです。あなた方にはもうちょっと我々の研究に付き合ってもらいましょう。時空紋章特有の精神派パターンが存在していません。別人です。気づくとはさすがですな。確かにこの個体はクローンですが、本体とは違うものの、それに劣らない力を持っていますよ。そんなことより、あなた方は刃を向けられますかな。悪趣味な。所長、あのクローンはまだ1体しか成功していません。将軍の許可なしに使用するのは。勝てばいいのです。しかしさあ実験開始といたしましょう。準備してきます。
リア。お姉ちゃん。大事なクローンを台無しにしよってやってくれたな、トーラス。申し訳ありません、将軍閣下。クローンは新たに製作し直してお返し。貴様は全体のことより個人の利益を優先する輩だとはっきりした。大義を忘れる者など我が陣営にはいらん。閣下、お待ちを。これまでの功績を鑑みてもう一度だけチャンスをやる。こいつはまさか。閣下、お願いです、お待ちを。閣下、時空転移波形飛ばされます。ここはどこ？現実の場所じゃないだろうな。お方、時空紋章の力を利用した異空間ってところだろう。異空間？ビンゴです。空間全体から時空紋章発動時特有の波形が感じられます。なかなかのものだ。究極の生命体とはこのように心地よいものか。アルマなどもはやどうでもいい。私が宇宙とその真理を手にするのだ。イリアは渡さない。邪魔だ。どけ。最悪なゲスだった。どうだ、ケニー艦長。我らが決着をつけるのにこれほど似合いの舞台はあるまい。そんなに力をひけらかすのが好きか。我が元へ果たして何人たどり着けるかな。期待して待っていよう。自分のところまで来いって言ってるな。お望み通りにしてやるさ。